えーとほな、始めましょうか。いつもあのご出席いただいてありがとうございます。定年の会見を始めたいと思います。私の方から2点、朝、財務金融委員長、塚田氏の解任決議案を提出しました。その提出の後の共同会見で中身は言ったわけですけれども。 非常に大事な私どもとしては、あの大きなっったと思っていますでその今日朝も言ったんですけどもあの、この間、財務金融委員会では、この大軍拡財源確保法について、えー、ある意味、共同してです、ね、反対という立場を貫いて、その中で特に、えー 財源確保に関わって東日本大震災復興財源を流用するという枠組みの問題についてこういうことについてだから地方公聴会が必要だとこれ一貫して言ってきた内容ですですからそれを退けてそして職権で委員会を開催するというのは国会における 委員会運営としては非常にまずいということで、私たたちとととししてはここれを出したということでありますで同時に、そのために4党の国会対策委員長会談、朝早くからやりましたけど、その中で態度は分かれましたけども、この間の共同した取り組みの中で、そのことを要求してきたこと、まあ、それは意味があったということと。 併せて、えー、立場はいろいろありますけれども、この法案には反対するということで、参議院でもさまざまな協力をして、廃案に追い込んでいくという立場は変わらんということを確認したことは意味が大きいと思っています。もう一点は、はご承知の通り、り、えー、入管法に関わる問題であります。これはあの昨日4党、党 4回派日本共産党立憲民主党社民令和沖縄の風の4回派はですね、えー、修正案を提出したということでありますでその前提となっているのはこの人権を無視し難民の方々の人権も無視するようなこの法案について反対という立場を貫いてなおかつ参議院で早いの追い込んでいくという決意を私たちは 明らかにしましまたそして夕方も、うん、各会派党派の枠を超えてですね有楽町ではあの緊急街頭集会宣伝も行われるという国民運動も大きく盛り上がってきていますですから先ほど述べたように廃案に追い込んでいくということがまあ我々の基本的立場だと思っています。でその中で、えー、野党が共同して、えー 国際水準の入管行政を行うべしという立場から修正案改正案を提出したとそれはあの難民党保護法というのは現行制度を改めて新設する難民党保護委員会第三審委員会ですねがあの国連 UNHCR などの見解を踏まえて入管当局から 独立をして難民申請を審査する仕組みを導入するということが肝心なポイントです。それとあの皆さんもよ,よくご承知のとおり全権収容主義これ撤廃するという中身を貫いています。ですからこれが国際水準そして対案であるということを旗印を掲げることによって 運動をさらに盛り上げていって、えー、この政府案と一緒に審議をすれば、まあ、どちらが正しいかということをはっきりするであろうという確信を持って、臨んでいきたいということを考えています。私の方からはは以上です。すマスク外外とあれやな。<laughs> お互いにこっち外して はい、ええ、金融委員長への、あの、不信、えー、解任決議案の方にお伺いします。あの、解任決議案に対しては、日本維新の会と国民民主党は同調しませんでした。あの、これに関しての、まあ、受け止めと、見せてもらういかがでしょうか。あの、日本維新の会、それから。国民民主党、まあ、これが同調しなかったと。で、まあ、あの。 両党はあこの地方における校長会委員派遣ですかそれを今か今国会会期中に行うということをもって両党したようですねまあ、さあ立場はそれぞれ違うんで仕方ないことだと思いますただ私たちはあのー、共産党としては既に明らかにしているように 国会法51条に基づく歳入の重大な内容ですからしかも重要公判議案ということで位置づけしてるわけやから地方公聴会も開くべきだと,ということを私たちとしては思っています。でだけどあのみんなが言ってきた今まで言ってきた地方公聴会こういう点で提出したっていうところに意味があると思うんですね。不一致の点は避けてててみんなで共同してやってきたことに、えー 限定しして出したとといううううころに意意味味があると思うんでで、ね、ですすねからそういう意味では残念だと思いますねただそういう意味で言いますとこの衆議院で通過するかしないかといういわばそういう採決を前提にしている状況のもとで、えー、終わってから聞くとなりますとねそれはやはり衆議院段階でそれを反映させるということからするとどうかなというふうに思いますけどね。 入管難民法の改正案でもあの国民と維新が賛成される形であの、ちょっと、まあ、やっと自民党に対する、与党に対するうスタンス、野党としてまとまろうという国会共同の動きと、ちょっとこう、連携に足並みの乱れが感じられるところがあるんですけれども、この入管難民法と絡めていかがでしょうか。あのこれはね まあ誤解があるとと違うかと思うか思んけどね前回提出した人たちと一緒にやってるってことさな、一つは。でもう一つはねそのまとまろうとするというふうに私たち思ってるわけじゃないんですよ。でそれはあの国会においてはね共通して戦えるものについては共同してやるというのはやぶさかでないと。とりわけ国会運営や 法案に対する態度についてですね、賛成、反対というのが一致する場合であれば、それは一緒にやることはやぶさかでないと言ってるわけでね、まあ、そういう意味で言いますと、この今、入管法の問題をめぐって、ほとんどまああの前回問題になった法案のほとんど変わらない中身について、す、え、で、ー、に衆議院で採決したわけですよね。 その時点で賛成に回ったのがあの維新の会もそれから国民民主党も言ってるわけですからその人たちをこっちへ来て無理くり連れてくるってうわけにいかんでしょうねえだから別にまとまるとかまとまらないんじゃなくて旗印をどううすするかという問題ですよねただ私はねこの問題大きいなと思っているのは皆さんあの外に出ておられるのかどうか別としてですよ。 会館の前を取りますと、ね、やはり入管法に反対する取り組みがねその,その輪がどん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 広がってるっていうのを実感するんですね私なんかはね、まあ、皆さんが言ってるかどうかは別ですけど私らはま窓から見たりいろいろしてんですけどねそれはよそれで雨の中のデモだとかそういった問題も含めてねさまざまな形のエネルギー多くの団体がその声を上げてると。 というところに私は、あの大きな広がりを持っているっていう確信をね、持っています。ですから、その流れに、候補して、旗印を明らかにするということで、また一歩進むんじゃないかなと。思ってますねんけどね。はい、あの朝日新聞のきさんの木と申します。あ、えっと、あの、まあ法案のことで、ちょっとあの、ね。L. G. B. T. 法案はですね、今自民党の。 中であの、まあ、修正案だったりが結構減点していると思うんですけどもあの、まあ、そうしたその、まあ、政治委員だったり不当な差別というなんか文言で結構いろいろやってるんですけど委員、まあ、長としてどのようにこの今の法案の流れというか聞こえたもを受け止めてらっしゃるかというのを LGBT 法に関わる問題ですよね簡単に言うとねでこれはあの経過をたどりますとね。 まあ2021年にこう与野党の実務者による合意内容、まあ、これがあるわけですよねでそれは一つあるとでさそれをね改めて変える必要があるのかどうかっていう問題が一つありますわね。でそれとの関係でいうと今何が問題になってるかっついうとこの世の中の状況で言いますとね要するに G7 に向けてどうするんだってことが一つこう浮き彫りになったわけでしょ。 でそういうい中でしかしそれでもですね世界水準世界の中で差別禁止という問題を G7 の中でないのは日本だと言ってるにもかかわらずその差別という許されないという合意ですね法案にある合意それを今度はいつもの通り自民党がねこの不当な差別あってはならないということに変更しようとかさらには性自認の表現もですね 性性同一性に変えようとしてるなど要するにね結局その国民の世論に押されてこうやろうとするという時でもねなんとかこうそういうものでないようにしようというね横島な考えがね常に出んねえねそういうものにねこう断固としてねやっぱりやらなあかんわねと思います今時 だからあの世界の流れとの関係でね日本のそういう遅れとりわけ自民党がそういう内容について修正をさらにしようとかよう考えると統一教会が言ってたことをやるつもりかいなっていうようなことになりますわな古い拡張制度のそういうもとにおけるそういった問題だとか一連のそういう問題の背景に何があるのかと。 といいうことも神太郎を得ないわねだからあの大事なことはやはりあの私たち旗印っていうんですかねみんなで合意した内容をこう誠実に実行するということがまず問われてるんじゃないでしょうか。ですから今言いましたようにもともとの歴史的経過合意それから今の歴史的流れとの関係での必要性。 そして中身とこういう問題からしますとねいかにこの自民党がね妨害の役割を果たしているかということが明確になってるんじゃないですかね。でこれもやはりあの世論を大きく盛り上げて私たちとしては進めたいとですからあの先週も私言いましたけどさまざまな悪を次から次へとやってきてるわけですけどねこれに対抗するにはやはり私たちとしては国家において 堂々と時間が限られていますけれども、それを突破して、質問戦で、えー、深めていくということが第一に、我々の私たちの仕事だと、同時に国民的世論を作っていくという点でもね、えー、頑張っていきたいというふうにい応えたいと思っています。 あのまあ、これ、あの近々こう提出されるって話もあの審議、えっと、総務会というかで、まあ、国会まで行くか分かんですけど、あると思うんですけど、まあ、徹底的に戦っていくっていうか、うん、だから徹底的に戦うっていうかさ、当たり前のことは当たり前でやるわないかと、うん、そういう時代遅れとね、それと、まあ、自民党のいわゆる反動派っていうんですか、保守派っていうんですか、保守派だったらもっとましだと俺は私は思うんだけどね、そ,のそういうことの流れっついうのがね、 いまだにこう出てきていると。で、こう、そこにね。自民党の体質があるんだと思うんですね。表向きはいろいろ言うけどさ。結局のところ最後の土壇場で言うとも。う抵抗しまくると。いう意味で言うと、まあ、世界の、まあ。なんですかね。体制と逆行している。まあ、時代遅れ。まあ。徹底的に戦うっていうんじゃなくて。 当たり前のことを当たり前にやらないかというのが今の世論だと思いますけどほなよろしいですか お気にいああ、はい、どうぞ、はいもうだけですかあのちょっとこれはあの今の国会であれなんですけれども、統一地方選あったじゃないですか、でまあ、あの共産党さん、共産党さん、少しこう議席を、統一地方選で,ですね<え>あの結果があったと思うんですけれども、議席、統一地方選の議席で、共産党はちょっとこう振るわなかったことがあると思うんですけど、それはですねどのように委員長考えてらっしゃいますか、とそうに、ちょっと振るわなかったという程度言っていただけると、誠にありがたいと。 随分減らしたのももありますけどもまああの私たちとしてはね私はまあ京都に住んでるわけですからね京都でもまあ交代しましたけどもうん二つばかりありますねやはりあの私たちが言ってきたこう争点といいますかねそれがあの今後のそういう意味で言うと新しい流れを作っていくけどの土台を築いていると。 とといいうことは隠し持っているとつまり今日のそういう岸田政権の下でこの間言いましたように、まあ、次から次へと枠を取っているじゃないですか。でそういういわば人権の問題平和の問題いわば憲法のまあ三原則に国民主権に関わる問題つまりあのちょうどね今ほらあの5月ってさ憲法月間なんだよね。中中学校ででも公民という教科書の中で 教えるわけだよねでそうすると憲法の三原則ってこう来るわけじゃないですかで一番最初は国民主権とで基本的人権平和主義とこう教えるわけですやんかねその最初の教えるところで言うと国民主権というのは国民の意思に基づいて動かしていくというのが教えるわけでしょところが国民の意思に基づいていないというところに最大の特徴がこれあるわけじゃないですか今やってるね動きの中で,でこういうことからしてもね やはり私たちが今掲げているあの平和の問題、それから今言った人権の問題、さらには国民主権といった問題がね必ずやね私はあの響き返してくるというふうに確信しています。同時に私自身も思ったのはやはり党の自力という問題ねこれがやはり大きく後退してるっていうのはね率直にまあ反省をして結果としては。 私どもとしては何度も言いますように支持して皆さんしていただいた皆さん期待していただいた皆さんに改めてお詫びしですねその責任を感じていると、まあ、次なる選挙に向けてですね私たちとしては剣道従来を期したいということでやっています。に<あ>すみませんあの 統一方向性のまあ全体としてというより京都においてですね、この自身の身長とその共産党さんのこの、えー、と伸びができなかったというか、この関連性はどのよう,うに分析されていまでしょうか。それは関連あると思いますよ。まああのね、あの負け惜しみ言ってんじゃなくて、あのー、私たちはあの過大評価もしなければ過小評価もしないと。この間あのー。 どこだったっけなあの、えー、と大阪で孝太郎さんが負けたからどうのこうのって話質問ありましたやんかでも私思ったやんけどねそれでね私の子腐ってるわけじゃないんだわねだからあのあの同時に行われた府議会議員選挙で、えー、私ども吹田と東大阪でねあの 彼らはまあ減らそうと思ってうちゼロにしようと思って来たわけじゃないですかだけどそこの中で票をね大幅に増やしてえ前回再開当選だった吹田では2番目にいっているわけじゃないですかそして同時にその後に行われた市会議員選挙でも吹田では勝ってんですよねでねあの京都の地方でいうとさこうどうなってるかというと大阪でいうとさ この京阪という電車があるんですよねそれ田「ひらかた」ってあって平方かっつうのは京都でいうと八幡というのがあって田があるわけだあ平方があるわけだよねでそこで京田辺っていうのがあるとこういうやばこの南部というところで一番影響を受けてるわけじゃないですか、まあ、京都市内も若干受けてるけどそういうところがしますとね平方でもちゃんとあの4名買ってるしね で八幡という京都の京都都のですこ,れは、ね、ここでも5議席ちゃんと取ってるし京田辺でも3議席きちっと取ってるしねそれはねいろいろなんやでだからあのそういう意味で言うとねよくこの市議会地方議会における役割事実ファクトそれこそファクトなんか言ってる人いるけど事実をねきっちりこうお知らせしね そしてやはり一番大きなところで言うとそこにおける地方における運動ですよね要求運動というところと統制という2つの柱がうまく結合しているところではね相手が誰であれ我々としては前進できるというふうに思ってますけどね。ほなよろしいですか2度目ですけど。 お気に入り。